取り付け前の準備です。取り付け作業は広く平らな場所で行います。前席を倒したりスライドさせて、できるだけ車内の作業スペースを確保してください。本品は3点式シートベルト専用です。2点式シートベルトでは取り付けができませんのでご注意ください。車への取り付けは大きく3つのステップで進めます。ステップ1、サポートレッグの調節です。ベース下側に収納されているサポートレッグを引き出し、本ピンを車の座面と背もたれに密着するように座席に置きます。レッグレバーを握り、サポートレッグが車の床面に接するように調節します。この時、ロックされていませんの表示位置では使用できませんので、ロックされるまで少し伸ばしてください。表示が緑色に変わったらロック完了です。ステップ2、シートベルトの取り付けです。シートベルトを引き出し、腰シートベルトと肩シートベルトを50センチ程度重ね合わせます。重ね合わせたシートベルトをシートベルト通し部に通し、反対側に引き出し、タングをバックルに差し込みます。車のバックル側のベルトストッパーは使用しないでください。ステップ3、シートベルトの締め付けです。肩シートベルトを手前に引っ張り、腰シートベルトのたるみをなくします。サイドレバーを上げ、ベルトストッパーを押して、肩シートベルトを奥まで差し込みます。サイドレバーを下げ、確実にロックしてください。そして肩シートベルトを水平にしっかりと引っ張り、たるみをなくします。ドアを開閉することができない座席の場合は、状況に合わせて次のいずれかの方法で取り付けてください。チャイルドシートの上に乗り、体重をかけ、本ピンを下に押し付けながら肩シートベルトを引っ張ります。チャイルドシートの前から本ピンを背もたれに押し付けながら肩シートベルトを引っ張ります。取り付け座席の隣の座席から本ピンに体重をかけて、座席に押し付けながら肩シートベルトを引っ張ります。取り付け後の確認方法です。ベースを前後左右に揺すり、ベース部分が2センチ以上ずれないこと、ベース部分のターンレバーがロックされていること、サポートレッグが車の床面に接していること、サポートレッグがロックされていること、ベースが車の座席にフィットしていること、肩シートベルトがベルトストッパーに奥まで挟み込んであること、サイドレバーが確実にロックされていること、シートベルトにねじれやたるみがないこと、車のバックル側のベルトストッパーは使用していないこと、お子様の安全のために以上のチェックポイントを必ずお確かめください。